新しい技考えた。なんか木村ロック取ってぐるぐる回すっていう。ぐるぐる回すんですか。うん、木村ロック多分遠心力で取れると思う。いや、多分ね、ジャイアンツイング理論ってあるじゃん。はい、はい、いや、聞いたことないですよ。ジャイアンツイング理論そんな理論しない。回しゃ、だいたいなんとかなるんですよ。初めて聞いた理論です。これ、木村とってさ、みんな大体こうやって引っ掛けてさ、こう縦に回してる。投げて決めようとします。じゃなくてさ、横に回してみるってあんまりやったことない。あ、横？そうそうそう。で、みんな耐えるじゃん。絶対耐えます。うん、取られたくないから。耐える力を使って、こうやって回していくんだよ。おぉ、なりたいねー。うわどう、うわいったいった。声出したらでも負けが、うん、今の1本。あとね、これね、昔あのかの有名な須藤元気さんっているでしょ。はい、須藤元気さんがアキレス腱固めを取るために一回ロングガードを知ってるぞ。それジャイアントスイングで解いてからアキレス腱固めに行くっていう方法があった。新しいです。だいぶ元気ですね、それは。うん、だって服脱いだ方がいい。やけどしちゃうもんね。こうやって持って、こうやってやって、で、こうやって。うわ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 これ、元気すぎる。これ取って出すの？取ってた、これ一本取せた。すげえ。だいぶ元気だ。うん、須藤めちゃ元気。すいません、うん、須藤元気さんについてちょっと話しようかな、今日は。はい、ディープハーフクラブ。須藤元気さんはめっちゃトリッキーなパスがあって。パス、うん、パスもトリッキーなんですよ。ここにすね当てんだよ、こうやってガチンですね。こうやってガチンですね。あとこうやって、うおかっこいい。タスクできそうだよ。俺ねえの好きそう。いや、これマジで、俺昔一緒に練習した時マジでやられて、パスされるんです。されるすごい、なんかすごかったよ。こう一回くるっと回ったらここでもマジでこっちで竜巻だ。それ決まるんですね。やりたい、やりたい。やった、小太郎さんだ。最後じゃうぞぞぞやって。はい、こっちですか。正面、うん、正面の足です。うん、こっちじゃないですよね。違う、それでぐるんここで押さえてぐるんと全然やらないの。はい、ごめんなさい。こうして鎌田はもう帰れないですよ、できんながら。市長に怒られちゃう。こっちに回る下手だ。完璧。めっちゃ下手じゃないですか。完璧。ちょっと離れよ。完璧。で、もう一個ね、なんか教えてもらったのが、マウントから絶対逃げれる方法っていうのが。マウント絶対逃げれる方法があるんですか。うん。めっちゃいいじゃないですか。そう。絶対ですね。絶対逃げれる方法があって。あ、マウントか。そう。マウント取られたら、マウント取られたら、マウント取った。片足でシザース、TK シザースの。片足 TK シザース。 TK シザース、 TK シザースっていうのはこうやって相手を崩したら足でこうかけて、あーでこう組んでひっくり返すって言いますよ。押してやっていくと。なるほど。ただこれ柔軟性結構いるのよ。うん、うん、でもこれ片足だったら意外と簡単に入る。へえ、片足だったら意外と簡単に入る。はい、あ痛い。これどんなにかかってる。なるほど。傾けないですか。そう、ちょっと指して、そうで手と一緒にパン。そうそうそう、そう、へえ、ね、うん、やって。普通にいい技、普通にいい技です。これがやったんですか。そう、乳首触ったら勝ちゲームやりましょう。これで、ね、PK サンダー。ちょっとエビすん、ちょっとエビすん、ピッケー、ポイッケー、この足入れて、で手で押すの、こっちで、ふっ、押して、足からいけんじゃん、足から。そう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 、そう、そう、あー、いけ、俺だ、俺だ、いい、たぶん、なしで、折っていい、折っていい、ほんと、折っていい、ほんと、あっ、折っていい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 、分かった、折っていい、
違う、オッティーなんじゃないですよ。オッティー、俺オッティー、いや、俺もオッティー、違う違う、俺オッティーって言ったんですよ。あ、オッティー、あ、違う違う、オッティー、じゃオッティーじゃなくてオッティー、じゃオッティーね。おー、タップー、いやー、あ、あ、あ、やばいやばい、膝にダメージきてる。俺だって怒ってないじゃん。おッティー、オ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 ッティー、あ、あしかん、そう、これ回転パスと、あとこのカパシティ停止だ。おー、うん、すごい元気さん、結構独特なんですよ。独特、怖かったですね、本当。三角がめっちゃうまいんだよ。三角締め、三角締め、三角締め取ってるの見たことない。あ、あるっす。あの三角めっちゃうまい。あれ得意なんかは、うん、あれ教えてもらったけど、でもあのここでは話せない秘密な、秘密、結構秘密なんかね、絶対に取れる方法がある。おお、俺も取れた。三角ですか。うん、オンラインサロンのメンバーにだけ有料で公開してます。オンラインサロンないよ。ない、うん、これを気につけましょう。いや、僕、そうそう。で、その方法が、やっぱり、宇野元気さんが、昔、グレコロマレスリング、フジオリンピックで撮ってたんだよね。はい、そう、その時に何で撮ってたかって言ったら、反り投げで撮ってたの、ほとんど。へぇ、で、宇野元気さん、反り投げめっちゃうまいの。はい、あの、見たかった、その反り投げ見たかったら、あの、宇野薫対宇野元気っていうコンテ、え、コンテンターズ。コンテンターズで戦ってるから、それで、うん、見てもらえば分かる。あ、めっちゃそれだけ綺麗に決めてるから。なんか金網の UFC か海外のやつもめっちゃバンバン投げさせてやったっす。そうそうそう、反り投げうまい。反り投げのやり方とタイミング同じやり方で三角に入るんです。反り投げと全然やってるんですよ。そう、なんかバーッて脱力するんだって。なんか繋がったの。そこで、でもあのね、結構ちゃんと聞いたら結構細かかった。やっぱり強いんだ。結構ね、すごい。首の使い方とかも結構関係するんだって。へぇ、うん、スクワットとデッドリフトが一緒になっちゃう感じですね。うん、トリックに勝つすごさ。あと、あのバックハンドブローって有名になっちゃう。はい、はい、バックハンドブローはなんであれ使い出したか知ってる？全然わかんない。あれはね、あのまあ、MMA ファイターが K-1 に行ったじゃん。そうです、僕 K-1 の時のイメージですあれそうでしたっけ。あ、そうか、そういうパターンですよね。そうですね。だって須藤元気さんのキャリアってあれグレコロマンレスリングじゃん。はい、で、ビバリーヒルズ柔術じゃん。へぇ、何すかそれ。ビバリーヒルズ柔術、何すかそれ。バスルって知ってる。はい、はい、そこの所属でパンクラスかなんかの。そうで、逆輸入ファイターで MMA 参戦ですよ。へぇ、あ、そうなんです。全然知らなかった。そう、あ、もともとそしたら柔術家寄りなんですね。そうで、確か UFC の UFC ジャパンかなんかで、あの勝ったか、なんかトーナメントやってたんだよな。うーん、で結構成績があって、はい、で K-1 に来た。で K-1 でちょっと戦ってヒーローズができて、ヒーローズで MMA ファイターに戻った。なるほど、すげえ。そう、2点3点してるんですね。そうで、ここまで K-1 に参戦するまで MMA ファイターだったから、特に組合の中心の。じゃあその MMA ファイターがどうやって戦うかっていう話で、で、正面から殴り合ったら危ないし、はい、だから、あの半分背中見せたらピボットブローって言って、こっち叩いたりこっち蹴ったりしちゃったら反則じゃん。あ、だからこの構えしてる。そう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 、あれ考えた末のあの形だった。そうそうそう、挑発だと思ってた俺。僕もそう思ってた。違う、へぇ、確かに相手できることがなくなるのか、背中を。半分しか、そうそう、こっち、そう、半分経過するだけ蹴っちゃダメなの。うん、いや、たまに腰に蹴られてるじゃん。あー、蹴ってる。うん、だからサイドキックとか使う理由もそうなの。なるほど、これ出しやすいから。うん、で、こっちの前足は蹴られるじゃん。うわ、捨ててた。へぇ、うん、だって顔殴られるよりいいじゃん。まあそう、確かに。うん、そういう取捨選択ができる選手だった。頭いいんですよ。めっちゃ考えてたんですよ。うん、だからあのすごい自分の中で戦い方を立体的に考えたからすごいなと思った。へぇ、うん、よくある。高校の時、須藤さんがその東京の高校だったらしくて、それでその東京都のレスリング部の予選でうちの高校使われてたんですけど、
毎回なぜか試合の時一本下駄で来るってすごい面白い人だ一本下駄で来て計量して帰るまあでも今やあれだからね、議員さんだからね、すごいですよね、本当ダンスグループも有名だし、ワールドだね、ワールド、あいやだからもうこの中からもういつか須藤元気さんみたいにあのパフォーマーになって、なろ須藤超元気って名前やります。しょっぱらしいぞ。これです。じゃあ府長も風邪気味。山本太郎の弟山本二郎ですって言って勝手に出るぐらいやばいぞ。あ山本二郎いいっすね。うん、山本二郎と須藤超元気。で作りましょう。いいっすよ。政治家ブラザーズつってやばいやばい、ちょっとこれ政治的にはちょっと触れれないから退会してもらう。たまた区議会議員選挙から。大田区、まあ、今回はあのそういう話かな。須藤元気さんの面白いエピソード、面白かった、あそんな感じ。気を聞いて、ではまた1票。サブチャンネル始めました。SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。